ギョーカジッコジョンは大ポンです。それではウィニングレーブアプリ実況やっていきたいと思います。はい、ということで今回はね、月曜日なのでクラブセレクションが来ているということで、まあそれをね、引いていこうという感じなんですけれども、まずはね、今現在のレートと今使ってるスカットを、まあちょっと軽く見ていこうかなって感じで、今こんな感じになってます、スカットで、シャビとプジョンの能力を上げるために、このベースのチームをバルセロナにしていて、で、これね、カーン当たったんですよね。なんか適当に一回引いたら当たって、やったーって感じで一応使ってるって感じですかね。で、まあ、サブはこんな感じになっていて、まあ、とりあえず今はこのメンバーでオンラインマッチをやってるって感じです。そして現在のレートが903という感じになってますね。試合履歴見ていこうか。まあ、勝ってるっちゃ勝ってるけど、負けてるっちゃ負けてるってね。こことかもうめっちゃ負けてるしね。1、2、3、4連敗してる。ただこの人たちめちゃくちゃレート高くて、1200とか1300とかの人で、勝てば結構爆上がりっていう可能性あったんだけど、まあ勝てなかったっていうね。でもね、惜しい試合すんだよね。別になんかボコボコに負けるとかじゃないんだよ。なんかほら 1-0 とかでしょ。なんかね、最後の最後で決められちゃったりとか、なんかちょっと事故でやられちゃったりとか、まあ引き分け狙いで一応勝つというよりは、まあちょっと引き分けでも上がるんで、引き分け狙いでも行ったんですけど、なんかそううまくいかなかったって感じになっちゃってますね。で、まあ成績なんですけど、17勝11分け22敗と。まあやっぱ負けが越しちゃってるんで、これをね、どうにかね、勝ち越しに持っていきたいんですけど、なかなかちょっと難しい。ただね、上達はしていってんで、本当に。ちょっと後ででも試合やろうかなと思って、今日は1試合だけ、まあ、ダイジェストで載せようかなと思ってるんですけど、まあまあ、ってことでね、じゃ今回エージェント行って、4個も来てるからね、ちょっと来すぎじゃねえかっていうレベルですけど、マジョルカ、バルセロナ、フィオレンティーナ、ラツィオという感じで来てますので、じゃまずはセリエ A の方から引こうかな。じゃあ、ラツィオから、引いていこうか。ラツィオのメンバーはこんな感じになってて、まあ、欲しい選手、まあ、インモビレなんか強いみたいなんで、普通に欲しいですけど、今シーズンやばいしね。陰毛さんってやつなんかちょっとあれだけど。あと、まあ、ミリコミッチ・サビッチ、普通に個人的に好きなんで、欲しいかな。まあ、あとは個人的にルイス・アルベルト好きな選手なので、まあ、欲しいかなって感じですけど、まあ、でも正直当たってもね、使わない可能性あるけど、まあ、とりあえず、インモビレが一番欲しいかな。じゃあ行きましょう。陰毛さんを求めてるよ。本当に。ちょっと、イヤホンの音がうるさい。これ陰毛じゃね？あ、違うか。10番はルイス・アルベルトか。陰毛って背番号何番だっけ？ルイス・アルベルトかっこよ。陰毛さん。頼むよ、陰毛さん。もう今日は陰毛言ってくからね。この動画では。もうセンターバックとか正直いらないんだよな。あれ？これ陰毛さんじゃね？あ、コレアか。ホアキンコレア。あ、でもコレアいいかも、普通に。コレアスーパーサブついてるんだ。待って、俺陰毛当たらない気がするわ。いやー、なんか、運が悪いなー、ちょっと。クラブセクション4個もあればさ、欲しい選手1人は当たるでしょ。各クラブ。いや、これダブったなー。ね、これダブリが一番きついわ。いや、陰毛ビロ欲しかったー。はい、じゃあまあ次、フィオレンティーナ引きましょうか。フィオレンティーナはまあもちろん、リフェリー欲しいよ。リーベリーさん欲しいよ。リーベッちゃん。リーベリーはね、この間 FIFA の方にもめちゃくちゃ強いリーベリーが来て、91、能力91だっけな、ぐらいのリーベリーが来て、結構激アツなんで、ウィルの方でね、当てたいなと。あと、キエーザ。いいね、キエーザいいね。フィオリンティーナはリーベリーしか欲しくない説出てきてる。もうリーベリー3個被ってもいいよ、だから。もう最悪。最悪、それでもいいよ。全然俺は。構わないよ。リベリーは、4番は違うんだよね。ミレンコビッチ。さあ、リベリー、来てくれ。リベちゃんがもう来ないと。セリエ A に嫌われてる可能性あるから、これ来なかったら。わかんない。来たー！リベリーは背番号7だ。よし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 。なんか素朴な顔してない？よしよし、これでもう、フィオレンティーナもあと誰が当たってもいいや。嬉しい。まあ、使うか使わないかも別の話としてね。純粋に好きな選手なんで。リベリーは。いやー、ダブったな。ミレンコビッチ。それ何ダブるのやめて、マジで。どうせならやっぱダブってほしくないよね。それじゃあね、次はリーガスポニョの方行って、マジョルカ。これはもう、ね、もう言わずもうガナですよ。久保ちゃん。久保建英欲しい。ていうか、これもう当たらなかったらもう切腹のレベルだよ。まあ、あとはもう正直誰当たってもいいかな。まあ、強いて言うなら、まあ、ラゴかな。ラゴジュニオール欲しいかな、という感じです。さあ、行きましょう。もう久保建英、マジで来い。
タケちゃん、J リーグにいた時の FP はすぐ当たったんだよな。おー、ラゴじゃないこれ。ラゴ当たったね。早速まあ、久保の次に欲しい選手。ラゴジュニオールが当たっていくと。久保、本当にマジで、確率的には割と厳しめでね、この中から1点狙いするのって。いやー、なんだっけ、レイナだっけ。マノロレイナ。まあもうマジ当たらなそう。もうやだ。背番号26。タケッサイが伝わるのか、ここで。はい、伝わんない。最悪。じゃあ次、バルセロナ、行きましょうか。まあ、バルセロナ欲しい選手は、まあ、メッシの FP 持ってないんで、メッシ、あとグリーズ、まあ、まあ、フレンキー・デヨングもいいかな。うん、あと、ビダルかな。まあ、その中の2人は当てたいな。第一希望はやっぱメッシ。あと、でも、ビダルなんか、このクラブセレクションのビダル強いらしいんで、まあ、ビダル当たったら嬉しいかな。まあ、メッシはでも本当に欲しいかな。あんま、なんかこれ最弱メッシらしいけどね、クラブセレクションの中で。さあ、右利き、21番、フレンキー・デヨング。いいよいいよいいよ。まあ、被らなければ、とりあえずはいいかなっていう説はあるけど、割と FP の、運は俺悪いんでね、このアカウント。いやー、最悪だわ。もう最悪マジで。もうメッシかビダルかグリーズマンか、キーパーとかやめてね。え、嘘でしょ？あ、びっくりした。今、マジでデヨングかと思ったわ。よしよし、ビダル来た。これはまあ、普通に大当たりだと思うな。あぶねえ、マジで俺今デヨングだと思ってブチ切れるとこだったわ。ビダル、このビダル使いて。はい、ってことなんでね、クラブセレクション4個引いたんですけど、もう被り多すぎない？コレアにミレンコビッチにフレンキーデヨングと。ちょっとこれはちょっともう、ひどいよ。この中で自分が欲しかった選手は、まあビダル、デヨング、リベリーとこう、宣言した選手は来てはいるけど、ちょっと、悲しくなっちゃうな、これは。とりあえず今当たった選手の中で誰か入れようかなと思ったんだけど、で、ビダル使おうかなと思ったけど、今、コンディション評価 D なんだよね。これはちょっとさすがに、やめとこうかな。そういえば言ってなかったんだけど、そういえばね、触れてなかったんだけどね、シャビね、今4体います、俺。この残りのシャビどうしたらいいのかな。まあ、トレードに出すことできるけど、まあ、トレードに出すことできるけど、なんかもったいないよね、さすがにトレードに出すのは。まあ、ちょっと今回当たった選手は誰も入れない方向でいこうかな。これはベンチに入れてもいいかも。スーパーサブあるから。よし、これでいこう。じゃあ、オンラインマッチ1回やりましょうか。ここでまあ、勝てば、910何とかにはなるんじゃないかな。わからんけど。さあ、マッチングしました。レーティング1057。いや、強くない？普通に。ちょ、デブライネスタメンで使おうかな。相手のスカットは、なんかいいな。ロナウドの FP とかメッシの FP 持ってて、ファンダイクも持ってるしね。羨ましいですね。今回のスタメンはこれでいきたいと思います。さあ、来ました。パトリック。いいね。パトリック。ガンバ大阪のフォワードかな？日本語勉強してんだよね、めちゃくちゃ。ちょっと緊張してきたな。ちょっとだけ。冷静にやろう。とりあえずね、ダッシュドリブル、ダッシュボタンはあんま押さない。で、しっかりトラップしてパスする。それを結構意識して最近やってるんで。だからそして、それをね、意識してやってると割と、ミス、変なミスはしない。まあ、するけど、減った。ワンタッチパス持ってる選手は全然ワンタッチでパスしちゃってみたいな感じでやってるけど、いや、なんでそれパスずれんだよな、ムバッペ。めちゃくちゃプジョル、いや、マジプジョル強いんだよな。はい、来た、クライフ。よし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 、今の良かった、めちゃくちゃ。いや、ちょっと待って、レート1057の人に勝ったら結構上がるんじゃない？レート。ナイスナイス。オッケーオッケー。前半の1点取れたのマジででかいわ。1個のゴール。それのみで。まあ、選手はとりあえず交代せず行こうかな。よし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 。だこっからやっぱテンパっちゃったりするからね、本当に。良くないところだけど。まあ、でもちょっとアプレート仕方ないんだよな。自分の思うようなプレイできないから、本当に。こう思い通りに。やっぱ動かすことができないから、キャラコン下手だから。来た、オフサイ、オフサイ。なんかちょっとシュート力よかった。いや、もう今みたいなとこ決めないとさ、ちゃんとダメなんだよね、本当にさ。よし、そういうミス、そういうミス、そういうミスをしっかり狙っていこうよと。いやー、難しい。はい、プジョル狙ってるよ。
はい、ムバッペ。あ、これやばい、危ねえ、マジ危ねえ。カーン、ありがとう。もうああいうのどうやってケアしたらいいの、マジわからんだけど。ちょっとミラーとコレア、コレア使ってみようか。よし、これでいこう。これで OK と。相手もなんか選手変えてきてるのかな。さあ、こういう場面どうやったらいいの。危ない危ない危ない、もうそういうの怖い本当に。さあ、ミラー頑張れ。おい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 、それまずそれまず、やべ、アドリアーノまずいよ。ナイス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 、本当に怖い。シャビワンいけるよ。 OK、 ナイス。ちょっと、いいよ。いやー、ちょっと、あー、速攻が下手くそ。はい、ミューラーナイス、もう本当にありがとう。いや待って、ミューラーで俺初ゴールかもしんない。結構ね、途中から使ってるんだけどね。ちょっと、あともう一人選手、あ、勝った。はい、敵ギブアップしてくれたわ。よし、うわ、21までいったよ。やったやった。え、これあともう4回ぐらい勝てば1000いくんじゃない。そんなうまくいかないか。でも、レート1057の人に勝ったな。やったな、これは。はい、ってことなんで、今回はね、クラブセレクションを引いたのと、で、最後ね、レート戦やったんですけど、どうです？ちょっとね、成長してるんですよね、俺も、この、ウィーディアプリのね、操作が。ただね、やっぱちょっとね、そのなんか思い通りにいかないところが、正直、半分くらいはあるので、まあ、これがもうちょっと、60%、70% と、思い通りにできるようになったらね、より勝てるようになるんじゃないかなと思うんですけど、まあそんな簡単にいかないですよね。難しい、やっぱり。ただね、なんかめちゃくちゃ伸びしろが感じられるんで、もうちょっとしたら1000いけるんじゃないかなっていうふうに自分では思ってるんだけど、まあとりあえず頑張りたいですね。はい、ってことなんでね、ぜひぜひ皆さんもこの動画のコメント欄にね、クラブセレクションの選手何が当たったかとかね、書いてくれたら嬉しいなと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございます。この動画だと思ったら高評価、チャンネル登録して方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。グッバイ、さよなら、バイバイ、あー。